兄ちゃんが幼稚園の頃からサッカーやってて、それと同時に始めました。前関スーパーキッズです。浜岡吉尾 SSCS。 県大会で前半0-2で負けてたんですけど、後半3点取って逆転で勝てたことです。ジュビロジュニアユースです。1年生大会で県優勝したことです。山田監督に引っ張ってもらったっていうか、来てくれないかっていうか、みんなすごく元気いっぱいで、すごい運動量多い、みんなサッカーに一生懸命っていう印象です。静岡県のトップです。